ゲージ使うよう、立ち回りに使うような動きにちょっときましたか。と引き出しがまだっていうことなのかな。うん、さあ体力リードは川野の降臨。画面端、さあ時田は両ゲージマックスなので、川野はスペースを使いながら深追いはしたくないと、うん、はい、この状況川野にとって時間は味方ですね。時間を減らすってことが、うん、時田は体力が取りたい、もうちょっと体力取らせてくれ。でトリガーでバックリア、さあ EX モニティ見てからとがめている。この辺りもしっかり詰めてきた。これまだちょっと川野いるから、あともう一発当てたい。時田は川野にはトリガーがある、アブスリートゼロ引けるが、よしこれで多分お互い5から準備はできたか。そして川野はまず突っ込んでいく EX、うん、鏡の処理はバックジャンプ。この技は美味しくない。時はちょっと焦ったね。カロー2枚目、しやられシャミナイパンで拾っている。時間はもう10秒しかない。おお、生パラメラムからギリギリこのできるか。あー遅いか。あー時間かんない。まあそうよね。ドキドがここもタイムアップで勝って、さあリーチがかかってしまった。大きいですね今の一勝は。ゲージを使うよう、立ち回りに使うような動きにちょっときましたか。引き出しがまだあったっていうことなのかな。うん。さあ体力リードは川野の降臨。画面端、さあ時田は両ゲージマックスなので、川野はスペースを使いながら深追いはしたくないと、うん、はい、この状況川野にとって時間は味方ですね。時間を減らすってことが川野にとっての一番勝ちやすい。逆に時田は体力が取りたい、もうちょっと体力取らせてくれ。でトリガーでまくるよっていう。さあ EX モニティ見てからとがめている。この辺りもしっかり詰めてきた。これまだちょっと川野いるから、あともう一発当てたい。時田は川野にはトリガーがある、アブソリュートゼロを引けるが、よしこれで多分お互い互角。さあ準備はできたか。そして川野がまずは突っ込んでいく EX、うん、鏡の処理はバックジャンプ。この技は美味しくない。時はちょっと焦ったね。からの2枚目、前に飛んで、おっとさあこれは特殊やられシャミナイパンで拾っている。時間がもう10秒しかない。おお、さあ生パラメラムからギリギリ川野には CA がある。さあどうする、削り切るか。あー遅いか。あー時間かんない。まあそうよね。ドキドがここもタイムアップで勝って、さあリーチがかかってしまった。大きいですね今の一勝は。